こんにちは、こんばんは、モクタンパパでございます。早いものでもう9月、夏休みも終わって、お父さんお母さんはホッとしてるんじゃないでしょうか。うちだけかな。順調に、90センチの手術をあと10日ほどでお披露目ということで、今前回もね、見ていただいたら分かるんですけども、金色のフィルムで水槽全体を覆っております。それでね、アロワナがどんな色になるのかっていうのを実験してみようということでやってるんですが、果たして変わってるのかどうかは分かりませんが、あと10日のまたね、動画の方で報告したいなと思います。今回はですね、先日ヤフーオークションでハマチの養殖に使われてる餌がアロワナとか熱帯魚にも使えていいということで、ちょっと買ってみました。どんなのかと言いますと、ちょっとこれ映るからね。じゃあこんな感じの固形のものでですね、乙姫という餌よりも水での中で分解されにくいので、水が汚れにくいということでいいと聞いたので、ちょっと買ってみました。基本的に人工餌はたまに開けたりしてるんですけども、ガーがなかなかね食べないんで、今回はねちょっと沈下性のこう沈んでいく分で、買ってみました。どのくらい一生懸命みんなが食べてくれるのかをちょっと今から紹介したいと思います。お見せしたいと思います。普段はこんな揚げ方してないんですけども、ちょっと一気にバサッと揚げてみます。下に落ちたのもですね、アロワナたちはうまいこと食べてくれます。ガーの2匹は上向いて探してます。気づいたらね、下のも食べてくれるんですけども、水槽めっちゃ汚れてます。ごめんなさい、全然掃除してません。水替えはしてますが、水槽は汚いです。まあ、こんな感じで塩こう落ちたのも、今こうちょっと水流で端っこの方にこう餌が沈んで固まってしまってるんですけども、朝起きたら、全部食べてなくなってます。はい、まあこんな感じで、揚げていってます。90センチの水槽の方の、フルゴールドですね。フルゴールドは今まで固形のものを揚げたことがないということもあって、正直全然食べないです。もう入れたら下に沈んでブヨブヨになって、もう水を悪くしてるだけだったので、もう90センチの水槽の方にはもう入れないようにしています。90センチの水槽の方はもうほぼミルワームですね。ミルワームを揚げてちょっと太らそうかなと思って揚げています。こんな感じで、魚たちに今餌をあげてるんですけども、最近ネットオークションハマってるわけじゃないんですけど、
ヤフオク見てると面白いなと思って、アロワナもいっぱい売ってたりとか、いろんな魚も売ってたりするし、こうやって餌も売ってるし、なんかいろいろこう売ってるから面白いなと思ってですね、先日はあの小イコがすごい安かったので、ちょっと買ってみようということで小イコを買ってですね、でこれがまた、後日届くんで、それが届いたら小イコを入れたらどうなるかっていうのをまた動画に収めてご紹介できたらなと思ってます。ちょっとね、個体をアロワナも増やそうとは思わないんですけど、ね、やっぱり前も言ってましたけど、ダトニオが欲しいなとか、ポリプエンドケリーが欲しいなとか、ちょっとまたいろいろ欲しい病が出てきて、それを必死で止めてるんですが、まあでも欲しいものは欲しいですね。はい。あと今後の予定なんですけども、水族館とかにの仕事に就く人が行く専門学校みたいなのがあるらしく、そこにちょっと知人がもう卒業したんですけど、そこにいてたということで、ちょっとそのアロアナについてというか、こうね、そうちょっと詳しい話がなんかあるのかなと思ったんで、ちょっと一緒に今度読んでですね、いろんな話をしてもらおうかなと思ってます、ね、どんなことが聞けるか、どこまで、ね、話をしてくれるのかわからないですけども、ね、ちょっと多分僕よりは詳しいと思うんで、いろんなこと聞いてみたいなと思います。もしこんなん聞いてほしいとかいうのがあったら、コメント欄に書いていただいたらその時聞きますんで、そのあったら全然コメント欄に書いてください。ということで、あんまり喋ることもなくなってきたんですが、この前全然関係ないんですけど、ちょっとびっくりするようなことがあったんでお話できたらなと思うんですが、あんまり言うと住んでる地域が重くそ分かってしまうんですが、朝ですね、家のほんとすぐ近くで車の事故がありまして、皆さんご存知か分かんないですけど、トラックが突っ込んで川に落ちたという交通事故がありまして、ちょっと現場をちらっと見に行ったら、車が 1,2,3 台ひっくり返ってて、で川にトラックが落ちててという状況で、あまりの光景にちょっと驚いたんですが、もうそれ朝8時ぐらいに起こったんですけど、夜の6時7時になってもまだずっと通行止めで、事故が起こる前にもそこは通ってたんで、朝仕事行く時は通ってたんで、行きしは別にどうってことなかったんですけど、帰りはもう帰るに帰れなくて、車大渋滞ですごい遠回りをして帰ったんですけども、まあなんか最近ちょっと事故とかがね多いんで、皆さんも僕もですけど気をつけないとあかんなと思いました。すいません、全然関係ない話でしたけど、はい、最近の感想です。今日はもうこの辺で終わらせていただきます。ありがとうございました。